はい、どうも覆面ぼっちです。今回はですね、くるまれているこちらのグッズを見ていきたいと思います。さあ、こちらなんだかわかるでしょうか？わかった、ダメだ、サムネイルで出てるわ。ではね、まず、ちょっと開封させていただきたいと思います。どのグッズも期待してるんだけど、これはね、本当にめちゃめちゃクオリティ高いんですよ。まあ、いつも言ってるからだんだん信憑性もなくなってきてる感じもするんですけど、はい、こちら出ました。鬼滅の刃待ちぼうけ第2弾でございます。煉獄さん、天元、カナオ、葵ちゃんの全4種のラインナップということで、カプセルトイのフィギュアとなっております。ここですごいのが葵ちゃんが出てくるっていうね。これまたね、ちょっと続編にかなり期待できるラインナップじゃないかなと思うんですが、サンプル画像はありませんので開封して見ていきたいと思います。カナオから見ていきたいと思います。こちらの待ちぼうけシリーズはミニフィギュアの部類に入るんじゃないかなっていうぐらい、まあ、かなりね、全高がちっちゃいフィギュアとなっております。まずはね、ちょっと大きさを見ていきたいと思うので、全高約4センチ、とてもこじんまりとしたフィギュアとなっております。小ささにも訳がある。まあそこの部分もね、後でじっくり見ていきたいと思うんですけれども、こちらはね、造形自体はすごい細かくできておりまして、それぞれ各パーツに塗装が入っております。カナオはね、1本にこう束ねた髪の毛のね、毛の流れのラインなんかも溝彫りがされておりますし、はい、1本に結んだ髪の毛も少しね、こうブニュンと湾曲したような動きのある造形だったりとか、髪の目の部分なんかはそれぞれの単色カラーでの塗り分けとなっております。マントの部分はホワイトでの塗装ですけれども、特に塗膜が弱いとかそういうところもなく、塗装剥がれもなく、綺麗な色合いで表現してくれております。背中のあたりにもポコンと膨らんだような作り込みもなっていて、まあ、体の丸みを感じさせてくれるような造形ではないかなと思うんですが、ここの部分にね、深くシワが入っている。手をね、前にして座り込んでいるポージングだからこんな感じになってるんですが、はい、見て、かわいい。めちゃめちゃかわいくない？はい、こちらが待ちぼうけシリーズ、座ったポージングでどこかポーっとね、遠くを見ている、まあ、誰かを待っているような、コンセプトとなっております。プリント部分もね、ちょっと垂れ目な感じで仕上がっておりますけれども、アイラインの部分も濃く、瞳のカラーリングもはっきりとした色合いになっておりますので、顔周りの表現というところはね、がっつり作り込みされているんじゃないかなと。ちょこんと出た鼻先だったりとか、開口している口元、もうほんとちっちゃいね、穴なんですけど、おちょぼ口な感じ。そして眉毛の垂れ下がりっていうところで、可愛さもありつつ、どこか哀愁が漂うような顔の表現となっております。細かいよね。はい、前髪の毛束のね、この厚みの部分っていうところもしっかりできております。こうやって見るとね、素体の輪郭っていうところもしっかりわかりますよね。鼻先、頬の部分からね、ポコンと飛び出たようなちょっと下膨れのような輪郭になっているところなんかがよくわかるんじゃないかなと思います。これだけしっかりね、作り込みされてるっていうことで、まあどの方向から見てもお顔崩れすることなく、カナオのお顔っていうところが表現できている。手元はね、両手を添えたような感じ。ここの部分は濃い肌色で塗装が入っております。ちょっとね、肌の成型色の部分との色の違いっていうところがかなり出てますので、ちょっとここは気になるかなとは思うんですが、まあカプセルトイなので、まあそこまで細かく、突き詰めるところはないかなと思います。体育座りをしている兼ね合いもあって、スカートの部分もね、キュッと膝元までね、上がっているような感じだったりとか、託し上げているような、衣服の動きなんかも見られます。足元も塗装が入っておりまして、ブーツの部分とのね、この色の境目というところも塗装でしっかり表現されております。めちゃめちゃ可愛いんだよ、これ。本当にすごい可愛いよね。ルカップのね、ミニバージョンみたいなところも、まあ、連想させつつっていうところで、上方向に向けたような首の角度となっておりますので、お顔が上にこう上がって表情の部分というところもしっかり見ることができます。めちゃめちゃ可愛い。葵ちゃんになります。ここでラインナップしてくるんだもんね。両サイドに束ねた兼ね合いで、頭頂部の方から左右の方向にね、毛の流れが分かるような、作り込み。これただ溝彫りだけじゃなくて、凹凸の部分で、この髪の動きっていうところをね、表現してくれております。はい、束ねた髪の毛の部分は厚みのある感じで、作られております。ストレート方向に落ちた、この毛の流れっていうところもしっかり表現されております。髪飾りの部分は鮮やかな、まあ、ブルー系統でそれぞれ塗装が入っております。
蝶が羽ばたいてるかのようなこのね V の字ラインの作り込みなんかもいいんじゃないかなと思うんですが、衣服の部分はホワイトで塗装が入っておりますけれども、かなうほどの鮮やかなホワイトっていうところはなく、イエロー系も混ぜたような少し汗たようなねホワイトの系統で塗装が入っております。ここも細かくできてるよね。そしてぐるーっとおかわ、かわいい。めちゃめちゃかわいい。これ赤子めちゃめちゃかわいい。眉毛の垂れ下がり具合、あとは目元のアイラインの部分だとか目の開き具合、あとはそもそものねこの目の形っていうところもキャラクター一人一人でしっかり使い分けて作り込みされてるんじゃないかなと思います。口元も溝彫りがされているんですけれども、ね、ちょっとこう心配してるかのようなお顔を表現されている。なかなかこれね葵ちゃんでこのお顔って見られないと思いますよまあ作中でまあ少し見られますけど、フィギュアとしてはねこれをなかなか見られない。もう普段怒ってるようなイメージだからね。アイプリントもね単色なんですけどとても綺麗な色合いで表現されている。あとは前髪の部分の奥行きのある感じ、毛量の多さっていうところをね感じさせてくれるような造形、少しね丸みも帯びているような感じで作られております。手を体の奥の方にねこうしまい込んでるようなポージングで、こちらもねキャラクター一人一人でまあ座ったポージングっていうのを変えてくれてるんじゃないかなと思います。背中のね曲線の部分っていうところがねデフォルメ調の作り込みと本来のねコンセプトの部分っていうところとね、もう可愛さの部分もう全てを兼ね備えているって言っても過言ではないぐらいめちゃめちゃ可愛いよね。それぞれのキャラクターで、ね、これだけ目元の表現方法が違ってたりとか、輪郭の部分っていうところも葵ちゃんの方が顎から頬にかけてのラインが横にちょっと長いような感じもしてるの、感じもしてるからね、やっぱりそれだけ一つ一つ丁寧に作られてるんだよっていうことが言いたかったんです。カミカミですちょっと待って、ちょっと待ってよ。あーなるほどね。あのね今葵ちゃんを座らせてみましたけれども、かなりバランスが悪いです。他のキャラクターたちは底面の部分がね平らに作られてるんですけど、羽織がね地についてるっていうところで、ここの部分の面積も広く取ってくれてるので座らせてもしっかりとした安定感があります。面積がすごい狭くて、両サイドの髪の毛とこれ個体差なのかな、顔がね少し左側に傾いてるっていうこともあって左に重心が寄っちゃいますね。そっか、これはどうしたらいいんだ。座らせるだけでもちょっと一苦労しますカナオに比べてかなりねこう下にグンと落としているような、そもそものポージングっていうことで、まあここの部分でもまあキャラクター一人一人で合わせた、作り方をしてるんじゃないかなと思います。いやここがねうまくねバランス保ってくれるような感じだったらもっと良かったんだけど、これね結構シビアですね。カナオに立てかける感じでやってあげれば安定するかなめちゃめちゃ可愛い。続いては天元、天元もね羽織を着てないのでちょっとねバランス感覚っていうところが気になるところではありますけれども、開封していきたいと思います。天元は髪色がねとても綺麗なホワイトで塗装が入っております。髪の形状っていうところがしっかりわかるような感じで溝彫りが入っていたりとか、束ねている毛の表現っていうところも別パーツ構成で表現されております。背中には滅の文字、ここはねグレーで字体を表現してくれております。なかなか珍しいパターンではないかなと思うんですが、体服のね藍色なんかも忠実に色合いの部分というところを再現してくれてるんじゃないかなと思います。あ、腕回りも太いね。すげえ、ちゃんと細かく作られてる。ゴールドの発色はかなり抑えられている感じがしますので、前面方向から見た額当ての部分できらびやかさっていうのを感じさせてくれるのではないかなと今の段階で予想しますサイドに垂れ下がっている宝石の部分はかなりねホワイトに近いんですけど、まあブルー系統で、まあ水色っていうかスカイブルーっていうのかな、そういった色合いで塗装が入っております。宝石部分のつながっている造形っていうところもまあなかなかいいんじゃないかなと。長さの左右差があったりとかね、なかなか細かいんじゃないかなと思います。背中の丸まった感じ、もうこんな天元見たことあるすっげえ可愛いと思うんで、あ、可愛いね。あ、素晴らしい。可愛い。めちゃめちゃいいね。あ、やっぱりね、この額当ての、シルバーの発色。ここはね、かなり粒子が細かい部類ではないかなと思います。
額当ての宝石の部分は単色での色合いっていうところで、まあ、額当ての部分だけで、きらびやかさっていうところを出してくれてるような感じですね。はい、目元。いいね。ちょっとね、釣り上がってる感じなんですけど、瞳が丸く大きく表現されたところっていうのは、本来の天元の目元っていうのをね、かなり意識して作られてるんじゃないかなと思います。ちょっと上向き加減なところもいいよね。化粧部分のプリントも、目立つ色合いで表現してくれております。よく見ると眉毛のね少し薄めな感じっていうところも額当ての部分で隠れてしまっておりますけれども、下方向を見ると、はい、ちゃんとね描かれて、口元は舞一文字なんかどこかふてくされてるようにも見えるんだけど、まあそこもいいですよね。はい、そして手元、やっぱりねこの筋肉質なところっていうのがこの腕周りでもしっかりわかるような感じになっております。とにかくね太く作られてますね。塗装も入ってるんですけど、まあかなうほど顔の成形色の部分との色の違いっていうのは感じられないので、これはとても自然に見えるんじゃないかなと思います。チラッと見える手甲の部分の色合いもめちゃめちゃいいですね。そして両膝を抱えて座っているポージング、これ絶対見られないからねめちゃめちゃ可愛いよね。顔は正中を向けたような、真正面を向いたようなね方向になっているっていうことなので、まあ、座らせてもしっかりお顔の部分っていうところは確認できるのではないかなと思います。めちゃめちゃ可愛いね。はい、座っていただくとこのような感じ。やっぱり可愛いね。あのね、額当てがね、ボコンとちょっと前に出てるんで、その兼ね合いでね、少し目の下のあたりが影ができるので、この寂しげな感じっていうところが、相乗効果となって表現できているんじゃないかなと思いますね。めちゃめちゃ可愛いね。可愛い。これこうやって置いていくと、葵ちゃんを連れ去ろうとして、失敗して、めちゃめちゃ気まずくなった雰囲気みたいな。なんかそういうのもできますよね。うわ、すごいね。これかわいいな。ラストは煉獄さんになります。いや、これね、めちゃめちゃいいと思いますね。色合いがすごい綺麗にできてる。羽織の裾が大きく展開しているということもあって、座らせた時にはね、かなり安定感があるのではないかなと思います。裾の部分のレッドも、毛先の部分のレッドも同系色で塗装が入っておりますけれども、こちらはねスタンダードな、レッドではないかなと思います。ホワイトからイエローにかかるグラデーションもかかっております。羽織の裾の部分をよく見てみるとイエローがねチラチラこう映るんだけど、まあおそらくね仕上げでレッドの塗装を入れた兼ね合いかな、塗りの甘さが出てしまったのかなっていうところはありますけれども、めちゃめちゃいいよ。可愛いもん。手束の表現はねとても細かくできているんじゃないかなと思います。まあ特にね後頭部から襟足にかけてのこの羽具合っていうところも、大きさはそれぞれ違いますけれども外羽したようなねところもしっかり作られておりますし、ポンポンヘアも、ね、どこかなびいているような感じ、束ねている毛の流れっていうところも、段差等で表現されております。ぐるっと回っていって、単色カラーでもすごい綺麗にできてるね。そしてぐるっと、あ、かわいい、めちゃめちゃいいじゃんすげえいいな、これもいいですね。寂しげな表情というよりもどこかね寸顔に近いようなお顔立ちにも見えます。目元に関しては皆さんがねよく見てきている煉獄さんの目元のラインの入れ方ではないかなと、まあ基本的なスタンダードな目の角度ではないかなと思うんですけど、瞳の部分がやっぱり天元と一緒で上方向に上がっているような感じにもなっているので、やっぱりどこかね寸顔チックなお顔にも見えるのではないかなと思います。眉毛に関しては穏やかなね平坦な作り込みということで、やっぱこう精悍な顔立ちにも見えますよね。かき上げた前髪のこのボリューミーな感じ、ここもまたいいね。天元と同じで舞一文字に溝彫りが入っております。まあ、瞳の中のねこのプツプツとした輪郭線の表現方法なんかもね、最近あまりフィギュアとかでは、まあ、急に見られなくなっちゃったような気がしたので、とても個人的にはいいんじゃないかなと思います。おでこの出っ張り具合から鼻先にかけてのこの曲線のライン、そして鼻先から顎にかけての、まあ、ストレート目に落ちた、この流れの部分というところで、待ちぼうけシリーズの本来の素体の、ね、輪郭の部分というのが分かるんですけれども、まあ、とにかくね可愛い表現がねいいんだよね。両腕をねクロスさせたようなポージング、腕をね顎にこう引っ掛けたような感じもあったりとか、まあ、この辺でねちょっと可愛さも醸し出しつつっていうような感じじゃないかなと思います。大福の色味に関してはグレー系の
感じで表現されております。ヌードルストッパーフィギュアの煉獄さんと同じようなねカラーリングになっております。ここあえて茶系で外したっていうのはなかなか面白いですよね。キャハン部分もまあねちっちゃいんだけどしっかりね炎のマークの部分というところがそれぞれ塗り分けされております。まあ、底面の部分もねこれだけ広い範囲がありますからねバッチリだね。座っていただくとこのような感じになります。煉獄さんも葵ちゃんと一緒ね頭元はねちょっとストンと下方向に落としてるような感じになってるんですね。かわいい待ちぼうけっていうぐらいだからね煉獄さんは誰を待ってるんだろうとかねいろんなこう想像をかきたてられる、シリーズではないかなと思うんですが、やっぱりね羽織部分が大きく展開してるだけあって安定感はバッチリあります。両肩からストンとね落ちてくる、このね羽織のなびきというかね流れの部分というところもなかなか、いいのではないかなと思います。はい、ということでね、今回は鬼滅の刃待ちぼうけ2なのか2なのかちょっとわかんないですけどこちらを全4種類開封させていただきました。まだ第2弾なんですけど、葵ちゃんがボカンってねこうラインナップしてきたっていうことでちょっとこの先の展開が読みづらいというか、何のキャラが他に出てくれるんだろうっていうねちょっと期待感もあったりとか、レアキャラたちがもしかしたら出てくる出てくれるのではないかなっていう期待感もあります。デフォルメされたミニフィギュアということで、もう可愛さは抜群。そしてコンセプト自体も面白く、アニメ原作絵では見られないようなお顔立ち。あとは僕たち側のね、このシチュエーションに合わせて、こうセッティングというかね、ディスプレイすることで、また一つね、別のこう物語ができるようなミニフィギュアではないかなと思います。まあ、クオリティに関しても、もう文句なし。めちゃめちゃ可愛い。よくできている。彩色も素晴らしいということで、こちら全4種なので、比較的コンプリートを目指しやすいものではないかなというふうに思っておりますので、もし気になる方はぜひお迎えしていただきたいなっていうところと、まあおそらく第3弾、第4弾とか、これから4種ずつのラインナップになってくるんじゃないかなっていうふうには思ってますのでね、次回もこれは期待したいところであります。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やっぱ最近噛みすぎだよね。ちょっとここで練習させてください。新春三尊賞、新春三尊賞、新春三尊賞、新春シャンシャン賞、新春シャンシャン。